はい、皆さんこんにちは。ワンダリングリフジです。では今回は、This is Abolis の続きをプレイしていきたいと思います。いつもの通り新聞からですね、専門家、保険会社の人気が上昇中と分析。何の話？これは就職の話なのかな？何なんでしょうね。もう一個、高品質の偽札フリーバーグに出回る。最後、遺体安置所職員。喋るオウムに驚かされる。まあ、これちょっと怖いな、確かに。ではいつもの通り最後に見ておくメモなんですが、相変わらず意味わかんないな。どういう意味これ。待つ身は長い。待つ身は長い。まあ確かにね、まあ待ってる時って結構長く時間は感じますけど、その待つ身はで長いで合ってるのかな。これはそれすらも意味がわからないっていうね。さあでは今日も元気に出勤していきまーす。レイグッド無断欠勤か。なんか一言言ってほしいよな。ゲイも今日欠勤。マリニアックは息子がまた問題を起こしたため学校に呼び出されました。まあしょうがないね。これ以上の経過は無理だ。マジか。祖父が転換を患っているのですが、最近発作がひどくなってきて頻度が増し、涙が出るほど辛いようです。新しい薬が必要なのですが、別の町まで行かないと手入手できません。家族の中で運転できるのは私だけなので、今日時間をいただいて取りに行ってもいいですか。うん、いいよ。今日はじゃあ戦力的には何、だいぶ減るね。1,2,3,4,5,6,7,8 人でやるのか。なんとか頑張りましょう。8人で。まあ一時もっとね、少ない時ありましたからね。まあそれに比べたらまだマシかな。じゃあ今日も元気に実感を行きましょう。ああそうか、アンダーウッド死んだもんな。残念だよな。そしたらまず爆破予告が来てるので、ここから行きましょう。爆発物を体に巻きつけた女がショッピングセンターに入ってきた。その女は子供用品売り場に火をつけると座って降り出した。祈り出したですね。彼女は自爆に向けて神のお告げを待っていると目撃者が通報。これでも少なくても実際に爆発物かどうかは別にして、すでに子供用品売り場に火をつけてるんですよね。という時点で、もうここはあとバンダルも入れる。バンダルはもうどうでもいいからな。で、あとは詐欺事件ですね。売春宿。おお、なんか惹かれるものがあるな。もしもし、ビルバックラだ。テレフォンセックスに電話をして、あの巨乳の金髪女につないでほしいと頼んだんだが、いや言い方だよ、言い方。電話口に出た女が俺の親戚のシェリルだと分かったんだ。うわ、こんなシチュエーションはある。話しているうちにお互いが誰か気づくと、シェリルは泣き出して電話を切った。醜い顔の50歳の女だぞ、この詐欺師どもを、と捕まえてくれ。なるほど、これは確かにきついな。ちょっとね、そういう趣味はないんで、僕も。ここはじゃあ、スカンロンにホックスマン、男2人で行ってこい。で、あとは、殺人事件が月桃地区で起きてるな。マジか。どうする？ピーター・アンダレはゲット地区でアパートを借りている。老いにあたるジョン・ケイリスは父親が出張でいない間、そこに泊まっている。警官2人出勤、出動させる必要ありと主任刑事。じゃあ行くか。すぐ戻ってきてね。これ、この前解決した事件ですよね。すぐ戻ってきてよ。事故。ああそうか、主任刑事がいないから今はやめた方がいいんだな。グラスゴーが今日いないからまた今度にしよう。で、50% 職員とシェアします。さあ戻ってきてね、急いで。強盗事件ですね。アルコール中毒者のユージン・ワードは宝くじで$45,000を当てた。400万ですね。賞金を持って帰宅し、庭にいた飲み仲間に自慢すると、その幸運に祝杯をあげてくれた。しかし友人が泥酔してしまうと、彼は友人を殴り倒して賞金を全て奪ってしまった。やるね。こんなに露骨なことするかな。
この件に事件性は全くない。売春宿。まあ、確かにね。いや、事件性はないよな、言われてみれば。で、エブリデショッピングセンターの自爆女ですね。容疑者は地面にひざまずいて、周りを気にすることなく祈りを捧げている。両手を上げろ、そのまま動くな。か、容疑者に狙いを定め、様子を伺うか、女に祈りの言葉を提案する。まあ、両手を上げろ、そのまま動くなだな。よし、ここはしっかり、犯人。おぉ、市民に死亡者が出たか。ちょっと間違えたか、選択肢を。今のはどうだったんでしょうね。狙いを定めておくのが良かったのかな。まあ、強制的に射殺するのが良かったのかもしれないですね。殺人ミス・イ・エディスバーガーがですね、ウェイドレスに怪しい液体で毒殺されそうだと、神経質な男から通報があった。これはね、ガセネタなんでやめましょう。で、ゲット地区の暴動地区に行きます。暴行事件に行きます。家屋の壁に人種差別的な落書きをした若者の2人を近所の男らが捕まえた。男たちは若者を殴り始め、見物人たちが詰まって生やし立てた。本当に若者たちを殺してしまうかもしれないと。これやりすぎは良くないよね。じゃあバーディーに、ホックスマン。いやー、事件多いな。デオニソス酒店。三人の若者がふざけていると誤って高価なコニャックが入ったラックを倒してしまった。店のオーナーは彼らを拘束しようとしたが、若者たちはオーナーに殴りかかり、倒れて、割れていないボトルを手にして逃走。いや、やりすぎだろ、これも。誤ってさ、どうにかなるレベルではないにしてもだ。強盗の報告ですね。犯人は逮捕と。で、金を手に入れたの？いいね。金をマフィアに売却の意味がよくわかんないけど、まあいいでしょう。で、エディーズバーガーの方はガセネタだから置いといて、フリーバーグの詐欺だ。フリーバーグ銀行の詐欺事件に行きましょう。ある銀行の支店について、顧客から警察に苦情。偽造手形が見つかったのだが、支店長が関与を認めないのだという。これでもな、警察事件なのかって話だよね。まあいいでしょう。で、アティカスコーポレーションもあるけど、ちょっと今すぐは無理だな。事件が今日は多すぎる、本当に。まあ、レディーズバーガーの話はコーヒーの色の話、どうでもいいな。追加で警官を送れないよ。いや、今日事件本当に多い。マジで多いな。そうすると、フリーバーグ小学校から、まあ、先にこれか。ディオノス酒店ですね。ホームレスのカップルがゲート付近をうろついていた。そこは犯人たちが最後に目撃された場所だ。ホームレスの人たちに簡単な質問をする。ホームレスの人たちが話すまで、警棒で殴り続ける。捜索範囲を広げる。まあ、ここは簡単な質問をまずしてみましょう。容疑者によく似た若者を警察が発見。彼らは警察に気づくと、コニャックが入った瓶を投げつけてきた。おお。威嚇射撃をするか、瓶をキャッチして投げ返すか、彼らを追うか。まあ、彼らを追うでしょう、ここは。で、犯人逮捕したね。よし。フリーバグ小学校、凶器を用いた暴行。大人気のカードゲーム、ボルツ&リザードのアマチュア選手権の最中、敗北を恐れたプレイヤーがナイフを取り出して、対戦相手の手を突き刺した。そこから、審判につかみかかると、自分を勝たせるよう脅迫。いやー、もうゲームの域超えてるよ、これ。何も下った話だよな。さあ、どんどん帰ってきて。今日は忙しいのに、警官の数がただでさえ少ないっていうね。おっと、ファンサンドからが、これ無理だよ。これから海外の取引先候補に面会するところなんだが、警官を数人配置してくれないか。フリーバック地内は全てがそつなく盗撮されていることをアピールしておきたいと言ってるけど、無理、いないもん。間に合ったね。工場現場の作業員が酔った状態で出勤してきた同僚がクレーン車によじ登ったと話した。男は立つことも難しく、状況が全く分かっていないそうだ。こんな事件にさ、警官出す余裕ないんだけど今。ペットショップで、妄想癖のある客が蛇を眺めていたが、突然容器のテラリウムを叩き割って蛇を床に投げつけたと女性従業員から通報。
爬虫類に自由と叫ぶと他の客たちを脅して追っ払ったそうだ。女性販売員は冷静にこう言った。でもまあ有毒な生物がいなくなってよかったわ。どういうこと？その蛇はやっぱり有毒だったってことなの？そういう意味？アティカスコーポレーションの方の様子をちょっと見に行くか。いやーこれ無理。4人もいないもんだって。ボイド所長、深刻な問題が発生。消防署が抜き打ち調査のためアティカスタワーに現れて安全規制の深刻な違反が見られると言って、中にいたもの全員を避難させてしまったんです。前の消防署長とはちゃんと話をつけていたが、現署長はなかなか頑固な男で全く交渉に応じようとしない。あなたの部下の中で一番説得のうまい連中を彼のオフィスに派遣し、あの別れ勢を何とかしてくれませんか。あの男の道徳心のおかげで私の損失は分刻みに増えるばかりだと。まあ、これ無理だね。だって4人いないからね。酔っ払ってクレーン車を操作していた男、あと少しで同僚を粉々にしてしまうところだったと。あ、危ないね。クレーン車を止めるよう拡声器で要求。クレーン車を止めるよう合図を送る。クレーン車によじ登って男を運転室から引きずり出す。まあここは拡声器で要求だろう、普通に考えたら。大丈夫だね。バンダールも頑張ってるね。もともと5しか能力がなかったバンダールも。では大規模の喧嘩騒ぎですね。今日事件多いな。女性から喧嘩の通報があった。大勢の中国人たちが公園で喧嘩をしているの。急いで、子供たちもいるんだよ。これさ、ガセネタだと思う。中国人っていうキーワードに反応してしまいそうにもなりますけど、冷静に考えて多分なんかのお祭り的なものなんじゃないかなと思うな。おっと、製材所エリアでのレイプ。トラックドライバーが運転していると、血の染みのついたシャツを着た男が狂乱状態の女の髪の毛を掴んで森の中へ連れ込もうとしているのに気づいた。ドライバーはトラックを止めようとしたが、公衆電話から警察に通報する方が賢明だと思い、そのまま走行。まあ、ここはじゃあバーディーにスカンロン、さらにドレイク、いやバンダルだな、バンダルを送ろう。本当にレイプ事件かっていうのは分からないけどね。大規模な喧嘩さ、やっぱりね、ドラゴンズマーシャルアーツクラブの集まり。よし、ただゲットー地区の殺人事件ってさ、子供が犯人なんじゃなかったっけ。それにさ、そんな大掛かりな体制いるかな。退役軍人であるエイサ・ピッカリングは隣人のアルバート・バーナムと口論。バーナム氏は指導に置いてあるゴミが口論の議員らしい。激しい喧嘩へと発展し、バーナム氏は銃を取り出して発砲。マジか。エイサは太ももを撃たれたが、なんとか自宅に逃げ込み、数分後に自分の銃を持って戻った。銃撃戦はまだ継続していて、近隣の住宅に雪崩弾が撃ち込まれている。アリス・ボーソンという若い女性が雪崩弾を受けて負傷してしまい、その母親が警察に通報。いや、これすごい事件に発展してるな。ただこれスワットチームがいるかっていうと、まあ、今日スワット出してないから出すか。さあ、もう事件いらないな、今日は。このまま終わってほしいけど。まだある？トラックドライバーが指摘した現場には新しい土の血痕、痕跡と血痕が残されていて、それは森の中へと続いていた。何か物音がしないか耳を澄ます。おい、誰かいるのか。痕跡を追って森へ入る。まあ、痕跡を追って森へ入りましょう。森の中にの空き地に血まみれの女がいる。そして激怒した男がその女の首を絞めている。男は凍りついた眼差しをしていて、正気ではなさそうだ。テーザー銃で撃つか、地面から棒を広げ男に投げつけるか、優しい子守歌で男をなだめるか。まあ、銃で撃ちましょう。テーザー銃でね。さあ、もう本当に今日事件いらない。銃撃戦ですね。銃撃戦は無事解決したね。よし。まあね、ゴミ置きの話で喧嘩になるっていうのもね、あんまりちょっと想像つかないな、マンション暮らしだと。じゃあ今日はこれで終わりにしていきましょうか。ただシャロー刑事の
事件があるんで、ちょっとこれだけ操作をしておきますか。これ難しいんだよな、この事件、本当に。これマジで難しい。多分ね、写真はもう全部揃ってるんだと思うんですよ。こんだけ枚数が出てるんで。あとはもう順番だけの話だと思うんですよね。今回これ、ちょっと解決しにかかりますか？マイケル・ホール。黒のセダンがビルに乗り付け、二人組が降りた。一人はレインコートを着ていな、いたな。二人は何も言わずに横を通り過ぎた。エレベーターが開く音がして振り返ると、怖い様相の男二人が見えました。武器は持っていないようでしたが、邪魔をすれば殺されるとすぐに分かった。強盗だった可能性もある。中に入っていたかは知らないが、エルビスはオフィスに金庫を持っていた。その二人組の男は、後から、確かに見たけど、事件のことは後で聞きました。こいつの言ってること全く役に立たないね。詳しいことは知りませんが、エルビスは問題を抱えていました。彼の仕事を横取りしようとしている人がいて、その人に賄賂を渡そうとしていたようです。なるほど。これだけ見ても正直全くわからないな。少なくても、このホールの言うことが正しいんであれば、まあ、ホールを信じるんであればですけど、黒のセダンって、乗りつけて、一人はレインコートを着ていたっていうのは、まあ事実なんであれば、そういうことなんでしょうね、と。いうこと以外、正直何もわからない。そうするとだ、どうすりゃいいんだ？まずは黒のセダンで乗り付けるでしょ？車の色が2個あって、これ、両方16時1分35秒なんですよね。これ黒のセダン。これも黒のセダン。これとこれの違いがわからないな。なんだ、これとこれの違い。両方黒のセダンに見えるけど。いや、これはグレーのセダンなの？もしかして。黒のセダンかと言われると、色ぐらいしか違わないよね。じゃあ黒のセダンでしょ？で、黒のセダン以外だと、なんだろうな。黒のセダン以外のヒントで言うと、エレベーターが、ごめんなさい。すいません。ちょっとびっくりさせちゃいましたね。エレベーターが開く音がして振り返ると、怖い様相の2人が見えました。武器は持っていないようでしたが、殺されるとすぐに分かったってことは、まずこれは武器持ってる？これ何持ってんだ？何も持ってないよね、これも。手すりを持ってるだけで何も持ってないよね。こっちだよな。そうすると、これ黒のセダンじゃないから関係ないね。これもこっちだな。となると、まず黒のセダンが、これだな。さて、こっからわからないな。これ何これ。こいつ何してんの？上にいるこいつ。全く意味がわからない。何してるんだ？何してるんでしょうね、この人は。全くわからないな。何してるんだ？いや、これはマジでわからない。何してんでしょうね。一番あるとしたら、まあこの黒のセダンで乗り付けたっていうのを信じるパターンで言うと、もうこれしかないもんな、一番最初はね。どうしようかな。解決できる気がしないけど、ちょっと頑張ってみる？まずはエレベーターが開く音がして、振り返ると、怖い様相の2人、武器は持っていないようでしたが、邪魔をすれば殺される。で、武器を持っているかの持っていないかで言うと、これとこれだけ。これ拳銃持ってるよね。だからこれだよね。まあ、ちょっと一旦写真を並べます。で、
強盗だった可能性もある。中に何が入っていたかは知らないが、金庫を持っていた。金庫はこれとこれだよね。これが分かんないんだよね、やっぱり。まあ金庫ネタでいうとこれだよね。でゲインズはというと、時間を覚えてない事件の子だと、こいつの言うことマジ意味ないわ。で、エルビス問題抱えていて、横取りをしようとしていた人がいて、そいつらに金を渡そうとしたと。うん、よし、じゃあまずこのホールの一人はレインコートを着ていた、二人はレインコートを着ていた。なるほど。エレベーターが開く音がしたって言ってるってことは、エレベーターがある。あ、これは関係ないよね。階段を使ってるもんね、これは。だからエレベーターを使っているんで、エレベーターが出て、エレベーターが開いたところを見ると、武器用が持っていない二人組がいました。で、でだ。そうすると、そうするとだ、これでどう？違うか。関係ないと思われる写真、明らかに違うっていう写真はもう上に下にしましょう。でそうするとこの2つなんだよね。特にこれの使い道がわからない。これとこれって車の色が微妙に違うんですよね、きっと。時間は16時1分35秒で同じで、着てる服も同じですよね、二人がね。ってことはどっちかは絶対使うと思うんだよな。これがわからない。何これ、彼は何をしているんだ。これ一回外そう。でこれでどう？違うな。セダンがビルに乗りつけたんでしょ。ビルに乗りつけてビルから降りてきてるよね。うん、車から降りてきてるよね、これは。これがいらないな、そうなると。いや、わかんない、マジでわかんない、これ。これはもう車の色が違うから絶対違う、武器持ってるから絶対違う、これも車の色が違うから絶対違う、階段使ってるから絶対違うでしょ。これとこれの違いがわからないな。これとこれの違い、左側の人間が、チャコールっていうのかな、あの茶色っぽいジャケットに、バッグを持っていると。でこっちはっていうと別にそんなものは持っていない。強盗だった可能性もあるけど、強盗じゃなかった可能性もあるわけだよね。となるとこうかな。違う？じゃあこっち？違うか、わかんないな。黒のセダンで乗り付けたはいいでしょ。そうか、黒のセダンで乗り付けたっていうので、こうしてもいいわけだよね。いやー、わかんねえな。これはもう絶対違う。これも絶対違うでしょ？これも絶対違うし、これも絶対違うってことは、残された写真は今ハマっているこの6枚プラスこの2枚の入れ替えだけだな。もうあとは新しく写真があるとは思えないんで、多分上、今並べた上6枚、うん、8枚の中から6枚を選んで、あとは順番の入れ替えゲームですね。黒のセダンがビルに乗りつけ、2人組が降りた。うん、1人はレインコートを着ていた。2人は何も言わずに横を通り過ぎた。あー、まずはじゃあ乗り付けるところを見ましょう。まず車が乗り付けて降りてきました。で、エレベーターが開く音がしたということはエレベーターを使いました。
邪魔をすれば殺されると分かったけれども武器は持っていなかった、うん、強盗だった可能性もあるが、何かを持っていたと。おー、やっと来たー。ティモシー・ホスター、無職だがメンフィアの殺し屋をしていたという情報もあると。容疑者ね。よし。やっと捕まえた。長かったね。捕まえてはないのか。これから捕まえられるよっていう状態ですね。はい、というわけで今回事件一つの解決と97日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。